芝原城は徳島県徳島市国府町芝原にあった日本の城。追記年代は不明。徳島市北井上昇学校の南方500メートルの高野山新温州倉田米及び芝原山田神社付近に位置する。遺構は全く残っていないが、一帯は芝原遺跡という弥生時代中世の埋蔵文化財保存地であるため埋没している可能性もある。 上主は、クメ氏ュがいたことが知られており、両細川家の乱などで1520年をはじめ、たびたび機内に出兵した、阿ワ国の国中の中に、クメ氏の名が見られることから、この頃すでに、阿ワ国の有力豪族の一つであったと考えられる。その後、1553年のクメの乱で落城となる。1552年8月、阿ワ国を実質的に支配していた、三好十九が、 阿波シ後、細川持高を殺害した。そのため、時の柴原城主、久米の秋守義弘は、実球を撃つために兵を挙げた。翌22年はじめに、野田山、城主、野田倉之助、永城主、仁彦日向守高、将、佐野塚城主、佐野丹後神、蔵本城主、小倉美野守らと共に、軍事行動を起こし、実球の妹婿の一宮清介を、 攻撃するなどしたが、やがて、三好実球が三千兵を率いて進撃してきた。吉弘らは、槍城でこれを迎え撃ったが、大勢に、無勢、実球の軍に囲まれ、そのほとんどは討ち死にした。これを、久米の乱、または、槍城の義戦という。この時、柴原城も落城した。ありがとうございます。